俺お金のことを送っちゃっていい。なんかくじ引いてなんとか V100 とか。あ、で、10秒前でーす。あ、で、俺プレゼント言うよ。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。はい、どうもどうもー、デコ帰りです。僕ジョートです。デコボコトラベリングです。お願いします。はい、はい、ですね、はいはい、漫才のテーマが、はい、お、なんだっけ、お祭りですね、お祭りか、はい、お祭りという、はい、ちょっとド忘れしました。ド忘れダメになりますよね。はい、はい、祭りということでね、はい、はい、漫才の方をしていきたいと思います。あのね、祭りって言ったらやっぱり小さい頃からやっぱ大好きだったのはりょうた、おみくじね、はいはい、あー、おみくじね、確かにいろんな商品あるから、まあ子供のね、なんか夢というか、そうそうね、このドリームですよね、行ってみたらね、あのね、ドリーム、小さい頃の気持ちをねまた思い出したいから、はいはい、あー、はいはいはい、ちょっといい、ね、あのおじさんやってもらっていい、おみくじ、テキヤのね、あー、テキヤのおじさんやればいいと、はい、お願いします。あー、じゃあ買いに来るってことね、買いに来て、はいはい、はい、買いに来ますので、あー、いらっしゃい、いらっしゃい、おじさん、おー、どうしたんだい、ぼや、おじさん、どうしたんだい、くじ、ああ、くじ、いいよ、全然やってってよ、くじやりたいんだね、いや、だから やっていったらいいじゃないか、くじやりたいんだね、いや、うるさいな、早くやれよ、あ、あのね、いくらぐらいかな、うん、そうだね、いくらぐらいかな、いくらぐらいかな、おいくらかな、ちょっとうるさいな、この子供いや、あのね、600円なんだよ、高いな、あ、ぼやにはちょっと高かったかな、小遣いがね、いや、厳しいんだよね、まあまあ確かにね、小遣い制だと厳しいとこもあると思うけど、うちもそれでやってきて、うち貧乏だからさ、あー、貧乏だからさ、貧乏って言われても、でもね、ダンボール食ってるね、ダンボール食ってんの、うん、じゃあ、ダンボール食ってんの、ハンバーグにちょっとダンボール混じってそれ、それ、あの、どっかの、なんか中国中国っていうの、あ、もう本当に、わかった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 、もうダンボール食ってるのに免じて、じゃあ300円にしよう、半額、もう半額でやっ、なんでだよ、だけーな、結構頑張ったよ、こっちもね、あともちだよ、あともち、じゃあもうしょうがない、うん、今日だけ特別価格100円にしよう、高いな、なんで、あともち、なんで、結構頑張ったよ、おじさんね、頑張ってるよ、ダンボールか、今日もダンボール、よし、30円にしようか、じゃあ、はい、30円にしよう、だからさ、どうせなら10円でもいいんじゃない、10円でもいいんじゃない、もう30円だからさ、どうせな、10円でもいいんじゃないかな、うん、そう、うん、チビでもいいんじゃないか、お、喧嘩売ってんのか、このチビ、じゃあやっぱ30円だよ、逆ギレか、この野郎、30円にしてたよ、はい、よっしゃ、もう、はい、引き早く、引き早く、はい、はい、外れ、ハンドスピナーの、あの、なんか、ま、片方の部分、おじさん、ちょっと気になってたんだけどね、これ全部外れじゃない、外れじゃないよ、 YouTube 見たけど、 YouTube 見てから、おじさんも気をつけるようにしてる、ちゃんと後で、はい、もうどうせならスイッチ欲しいよ、スイッチ欲しいんだよ、スイッチ欲しいって言われてもね、これ当たらないとあげれないから、スイッチ欲しいんだよ、そんなにダダこねられても困るね、ねえ、坊や君もうね、多分小学校ね、中学年とか高学年入るでしょ、そうやってずっとね、こうダダばっかこねてたらね、よくないんだよ、ね、学校で習わな、何、何、中学生とか小学生じゃないんですよ、なんだ、じゃあいくつなんだ君は、32です、いや、おっさん働けや、もういいよ、どうもありがとうございました、デコボコトラベリングのビッグスモール、さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリングの帰りとヨットでお送りいたします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、今週もね水曜日がやってきました、はい、早いですね、やっぱりですね、やっぱり1週間は早いなって感じますけども、皆さんお疲れ様ですね、はい、お疲れ様です、はい、頑張っていきましょう、1時間ねお客さんは無理くり頑張って聞いてんの今、はい、もう疲れてると思いますのでね、いやいや聞いてるんだ、はい、もういろんなね問題抱えてますから、
俺たちのラジオ聞くの嫌なの？アムロの波とか引退してね。アムロの波引退したの関係ある？北朝鮮とミサイルとかで、ね、怯えてね。怯えて。いろんなことがありましたよ。それで俺たちのラジオ聞きたくなくなるの？当たり前さ。なんで？いろんなことあるからね。どういうことよ。会話が成立しないよ。今日も頑張りましょうね。はい。はい、早速ね、このコメントの方が来てますけども、はい、マリンちゃんこんばんは。あ、こんばんは。リョットさん、カミルに会ってます。ありがとうございます。シュプリームさんですね。リョット、ボッちゃんともう一人のイケメンくん、こんばんはと。ありがとうございます。イケメンです。ボッちゃんと父ですよね、僕の。はい、こんばんは。リョットさん、黒髪になってるに会ってますということで、ありがとうございます。で、まあ、まあ、毎度おなじみ、僕たちの後輩の大将。後輩ですね、大将。こんばんは、早めの登場ということで。ありがとう、大将ね。いつも聞いてくれてありがとうね。はい、そして中谷子さん、こんばんにゃすということで。こんばんにゃす。後ろに映ってるの何って、な、何、怖い怖い怖い、え、ちょっと怖いんだけど、何も映ってないですよ、ね、ちょっと待って待って待って、え、あ、この赤いの、あー、これは多分ライトの反射ですね。え、怖い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 、はい、あの、これ多分待ってよ、怖いよ、え、なんかでも見ように見たら人の、あ、鼻ですね。びっくりしました、鼻らしいです。びっくりした、怖っ、シュプリームさんからですね、秘宝です、毛根が死にました。どういうこと、え、どんな秘宝よ、もう毛根が死にました。え、もうじゃあ髪の毛生えなくなったってこと。詳しく知りたいですね、何があったか。ちょっと詳しく知りたいですので、よかったらコメントしてください。怖いな怖いな、どこの怖い、怖いですね。いや、この怖いな、後ろのやつ、あ、後ろのです、毛根が死んだから怖いっていうことじゃない。そうですね、そういうことかなと思いました。タイミングよくね、その、すいませんね、怖いな怖いなってやっただけで。そうですね、中谷子さんがしたわって。一日企画でいいよ。聞くな。はい、ってことで今日もね、いいですね、いい日ですよ。はい、もう早速ね、皆さんね、はい、飛ばしていってますけども、どうですか、この1週間は。あ、ちょうど同じこと聞こうとしてた。一心伝心ですね。僕らはいつもですよ、本当に。僕らはいつも一心伝心。はい。もうこん死んでるし。ね、やめる。よろしくお願いします。シュプリームさんに謝れ、お前。あのね、帰り。何？リョートはちょっとわじわじしてることがありますよね。何ですか？あの、僕たち、僕そうなんですけど、はいはい、結構やっぱり KY デンジャラスと思われてる面がありまして、前も言いましたけど、はいはいはい、あの KY デンジャラスの中地さんですかって言われたこともありますし、はいはいはい、コウタさんですかって言われたこともありますし、らしいですね、あのデコボコ KY さんですよねって言われたこともありますし、KY トラベリングさんって言われたこともありますし、ってるな、もう本当に混ざってるんですよね。すごい混ざってる。でも KY チャンネル見てますっていつも言ってくれるんですよ。あ、はいはい、まあね、だから一応 KY チャンネル知ってるんだな、うん、YouTube のね、僕たちがってチャンネルなんですけど、知ってくれてるんだな、一応見てくれてるんだなって、でこぼこフレンズとかも言われますけど、それはよく言われる、俺も言われる、ね、言われるんだね、うん、やっぱ NHK みたいなね、本当に、ね、うん、あのこんな感じなんですけど、一応みんな知ってるんですよね、 KY チャンネルとか YouTube ね、昨日ですね DM が来まして、お、あのこの子ひどいです、あ、どうしようどうしよう、 KY デンジャラス見てますって来ました。あの本当にあの、あ、あの知らんよやって思って、だから何そうそう、だから何、 KY デンジャラス見てますって俺来て、うん、あ、そうなんですね、うん、だからってなるよね、ってなったんすよね、うん、本当に、だからその報告いるかなって、本当に、うん、もうだから俺は言いましたよ、なんて言ったの、だから何って本当に本当にあの今言ったこと本当にあったんで、うん、こいつ一心伝心してるのかなと思って、あの僕らはいつも一心伝心ですよ、本当に、もう今死んでるしですよ、本当にもう意味がわからないですよ、本当にもうそんな感じです、はいはいはい、あ、中田猫さんがいまだに僕たちの、 あの同じ年のチョップスティックスをチュッパチョップス、はいはい、同じ同級生のですね、同い年っていうね、あ、同い年、あ、同い年ですね、同じ同士って言わないよ、同じ同士のですね、同い年だよ、同い年ですねチョップスティックスをチッパチャップスって言ってましたって言ってますけど、はいはい、僕もあの12月まではチョッパチャップスと思ってました。チョップスティックスを本当に、ね、あのなんかね、飴玉のやつでしょ、チョッパチョップス、そうそうそう、俺ずっとそう思ってたんだけど、うん、あの最近あのリークに怒られましたからね、12月にお前ずっと俺は思ってたけど、はいはい、一応言えなかったんだけど、うん、本当にこいつ本当にクソだなと思ってって言われたんだ、確かに、まあ、まあまあね、間違いやすい名前ですからね、まあ、そういう名前にするあいつらが悪いんですよ、そうですね、こんなん、うん、まあ、
しょうがないですよね。そう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 、もう中田猫さん言うにね、もうお箸にしたらいいのに、その通りその通り、もうシンプルですね。どうもお箸ですっていう方が、ね、面白い、この方が絶対面白い、うん、なんかちょっと加えてね、うん、パキッとかお手元とか加えてね、はい、どうもお箸です、お手元パキッ、まあまあそういう感じでやってますけども、はい、でもいいかなと。ナッチさんがこんばんはということで来てくれました。こんばんはってことで、はい、まあ、はいはい、そうですね、僕は最近は特にまあ変わりない日常を過ごしてますね。まあ学校が始まったんでね。そうですね、もう大学始まってますからね。朝起きるのが辛い、大変そうですね。朝起きるのが辛い、本当にもう毎日寝坊。ああ大変そうですね。僕は毎日夏休みなのでそんなにまで早い、ね、そろそろ夏終わっちゃうよ。あ、そうですか。じゃあもう夜もね肌寒くなってきて、秋休みですかね、そろそろですね。僕はもう、まあ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 、今日はあの衣装別々に来たじゃないですか。ああ別々に来たね。その時にカイディが、うん、あのドッキリかけられたんですよね。ドッキリってか、まあ、ドッキリわからないドッキリ、よくわけのわからないね、はい、あのそうなんです。あの僕がまあローソンにバイク止めてて、こっち近くにあるね、たまたま両党もローソンに、はい、車止めて一緒にローソン行って、あ、はいはい、両党みたいになって、はい、で両党が先に出て先に FM ギノワン向かってて、はい、で俺その後、まあ、出てきて一人で、うん、まあヘルメットかぶろうとしたら、はいはい、俺のヘルメットの中からなんとあの AV が出てきましてあの僕のヘルメットの中からあの俺がまあかぶっ、はい、でバイクでやっぱこのローソンまで行ってるから、はいはいはい、その間にはまあ入ってないわけです、そうですよね、絶対。で俺がバイクからかぶろう、うん、ね、ヘルメットかぶろうとしたら、はいはい、あの AV が出てきまして、そうです、ね、職場でエッチごっくんしてくれる素敵なお姉さんっていう題名タイトル読み上げんねんっていう、まあ AV が出てきまして、俺はもう確実に両党だと思って、そうですね、両党がもうこの俺のバイクに悪ふざけしてるんだと思って、うん、あのもう FM ギノワンに付き次第両党の、はいはいはい、後ろのワイパーに俺その AV 挟んだら亮とかびっくりした顔で出てきて、そうです、ね、何やってんのって言われて、はい、いや AV お前だろみたいな感じでやったら、亮とは何の話みたいな、めっちゃびっくりして、本当に怖い話っつって、怖い体験したなって思ったんだけど、本当に僕もびっくりしましたよ。だって本当にやってないの。いやだって未だに疑ってるよ。一応俺もあの車でちょっと時間あったから寝てたら、あのカイディが俺のあの後ろのバックのあのバックのなんて言えばいいの、後ろのねワイパーのところに一生懸命 DVD 挟んでるから、こいつ何やってんだと思いながら相方とうとう行かれちまったのかと思いながら、いやいやいや、やり返したつもりだったの。確認したら職場でエッチごっくんしてくれる素敵なお姉さんって、あ、こいつ本当相当病んでるんだろうなと思いながら。じゃあそういうことじゃない、あのびっくりしましたけど、俺が一番びっくりだよ。まあこれ後から見ましょうね。はい、っていうことでちょっと見ない、はいって感じですね。びっくりしたって感じですね。じゃあ見ましょうねじゃないよ、後から見ましょうね。見ないよ、本当にびっくりしました、うん、びっくりした俺も。僕もこんな感じです、お願いします。あのちょっとあのあれこあのあれやってもらっていいですか、あの何このあのなんてファンってなの、あエコーって、エコーお願いして、あエコー、あそうなんですよね、こういうドッキリっていうのもあるんですよね。うん、僕です。はい。はい。僕です。僕今ちょっと俳優を頑張って勉強してまして、一生懸命作ってました。僕です。やっぱりお前か。やっぱりお前か。ドッキリ大成功ということですね。うん、お前がドッキリをうん、大成功っていうまでもう俺は疑ってたからずっと。そうですか。うん、お前あの状況で、はい、お前以外にやるっつったら俺の隣にバイクを止めてた38ぐらいのおっさんしかいないから。中年のおっさんがやるわけないだろ、こんな。僕ですね。お前だよな、どう考えてもな。可愛い。AV なのでこれも返してもらいますので、ちゃんとね、うん、いらないから、そうですか、うん、お前しかもなんかFM ギノワン上がってくる時もさ、はい、あこの DVD 当たりの DVD やしてもいいなって言ったしな全然意味わからんかったしな、これ安い DVD ではないから帰りラッキーじゃない全然意味不明なこと言ってるじゃんなんだばこいつ、ね、もうありがとうございます、こういうドッキリも好きですね。はい、じゃあスプリームさんがちょっと1行目からもうなんか読みたくないなちょっと読んでみてください、よろしくお願いします。はい、コンビ愛よりクソ彼女を選ぶゲスなカイレさんに報告がありますちょっと待っておかしいよね、1行目からおかしいよね
ちょっとあの一回日本語をやり直してもらってコメントしてほしいんですけども、はいはい、まあ、今日は結婚記念日でした。昼間普段は電話なんかしてこない嫁から意味不明な電話が何回もかかってきました。以上。違うよ。ありがとうございます。意味不明な電話じゃないよ。そういうのいいです、もう一回エコーかけてもらっていいですか。やっぱですね、愛っていいですよね。結婚するってすごい、シュプリームさんはさすがだと思ってます。あの、はい、はい、ありがとうございますっていう感じですね。喋ること考えてからエコーかけてもらっていい。ねえ、エコー、エコー好きなので、あの、何を言うか決めてからエコーかけてもらわないと、はい、そうですね、あの、今あれで無駄エコーで、そうですね、無駄エコーですね、うん、でも、本当におめでとうございますですね。エコーの無駄遣い無駄遣い、気をつけて。すいません、もう本当にありがとうございます。結婚記念日って分かってるならね、はい、もう、はいはいはい、ね、そういう電話ですよ、もちろん。あ、でも恥ずかしがってるんですよね、やっぱシュプリームさんが。シュプリームさんもいい父なので、シュプリームさんやっぱ恥ずかしがってるとかそういう感情があって、そういうシュプリームちゃんとありますよ、ちゃんと。だから最初のあの1行目のコンビ愛よりもクソ彼女を選ぶっていうのは、この本当に心がこもってる。どういうことそれ。どういうこと。え、俺のこと嫌いってこと。いや、好きですS なんですね、S。ああ、そういうことね。ね、いじめてるってことね、俺のこと。はい、だとしたらいろいろ勘違いをなされてるかと思われるので。でも本当にカイリーは本当に成長したと思いますよ。どういうこと？高校生の時ですね。一回漫才をやってる時にアドリブでカイリーの元カノの名前とかちょっと出したこととかあった時に、もう覚えてるか分からんけど、全然覚えてない。ちょっとあの、切れたことがあったんですね。え、そうだっけ。はい、ちょっとあのちょっと時事ネタ、彼女とかの元カノの話したりしたら、帰り結構切れてた時期があったんですよ。そうなんだ。で、最近からこういうことをやり始めて、あの、彼女ブスだなとか言ったりして、あの、後輩の前でも最近やったんですよね。彼女のちょっとカイリーをディスるようなこと言っちゃって、はい、やってたね。で、うん、前も後輩の時にあのちょっとやってた時に、うん、やっぱ後輩からもなんかちょっとなんかね、バッシングとかも受けて、カイリーもなんかこんなこと言うなやっていうことが昔あったの、はいはいはい、中能の時でも。最近やった時、カイリーはそういう否定しないで前向きにこういう彼女の漫才やってる姿を見てあ、こいつ成長したんだなって思って、ちょっと涙がポロッと。涙出ないだろそんなんで。だって帰り、お前今昔ブスって言っただけでもう本当に、うん、ヨトやめて、本当にやめて、やめて本当に、うん、って言ってた帰りが今では、ブスですよねって言えるようになったのが、うん、これすごいなって。今自分で分かってるかな、はい、よく分からない話してるよ本当に。僕もそうです、ね、どういうことやそれ。僕もそう思ってます。まああれですよ、ほんと成長しましたよ、カイリー。でもまだ裸はダメですからね。裸はダメですよ、全然。何があっても先輩に脱げって言われても絶対裸になりませんからね、うん、そこはまあ譲らないんで、絶対。そうですね、はい、どうにか脱がしていきたいと、アキラ 100% をね、どうにかできたらいいなと思います。あ、それは大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、もうそれをやるってことになったら、アキラ 100% の存在をこの世から消したい。すごいな、すごい。それぐらい本気です、僕は。吉本を潰すんですね。はい、もちろんです。すごいですね、もう怖いわ。カイリ先輩がラジオで見れた白の無地のシャツなの、脇のせいですかって言うんですけど、はいはいはい、俺、白のただ無地のやつの種類が多いだけで、うん、別に同じ白の無地じゃないって。一応、気づいてないと思うけど、うん、今日ポケット付き、ね。そうだね、あと犬が描かれてますからね。そうそう、そう、はい、分からんだけですよ皆さん。画面越しには伝わらない。犬が描かれてる。でかい犬が描かれてるんですけど、ね、俺にも分からない。画面越し僕だけですよね。俺にも前は猫でしたよね。ちゃんとだから種類があるので、本当に俺にも分からない種類があるんだ、はい、いろんな種類ありますもんね。だからそんな気にしないでください。はい、まあまあ、そうなんですかね。白ですよ。まあ対象会でも本当に白好きだもんね。バイクも白だしね。白色が結構好きでね。ちょっと白系の T シャツが多いっていうだけで。まあ、冬になればもっといろんなね。だって夏って T シャツがつけれないじゃん、基本。もう暑いし。黒色とかね、着ても。そうそう。熱吸収したりするから暑いし。白がいいですよ。で、なんか羽織るっつっても、やっぱり羽織るにしても暑いし。そうだね。羽織るとしても白色がいいかもしれない。だから結局、T シャツになっちゃうわけよ。で、ただ個人的に白が好きだから、白系が増えちゃうみたいなね。
じゃあ冬も楽しみですね。いやでも冬はだからいろんなファッションできる。寒いからいろいろね上着とか着たり、ね、だから例えば白いシャ T シャツでも上からちょっと違う色の着たりとか、うん、まあ、俺はもう白が似合ってると思うから全然いいと思う。 あ、うん、ありがとう。全然全然、俺も白が自分で似合ってると思うからつけてるんだけど、全然全然、もう全然いいと思う。おー、ありがとう。あ、白の方がいいねやっぱり。どうした急に、急にどうした。じゃあ分かった分かった、はいはいはい、あの俺あさって髪真っ白にしてくるわ、はいはい、違う、漫才に響くわ。俺ピンクするわ。なんで。いやいやいや、キチガイトリオで行こう。パリ、いやトリオ、あと一人誰、あと一人誰、中地連れてきます、ね、中地中地を連れてきます、ね、はい、よろしくお願いします。はい、まあいろんなコメントも来てますけど、はいはい、じゃあちょっと俺が一番気になったコメントちょっと一回いいですよ。ピックアップして読んでいい。はい、ピックアップしてください、お願いします。晩ご飯ムーチーでした。ちょっとあのピックアップするの間違ってないですか。あのだからさっき言ったように KY デンジャラス見てますぐらいのあのでもムーチーいいですよね。ムーチー食べます。ムーチーの時期じゃないんじゃない今って。時期は多分2月ぐらい。でもムーチーいいですね、美味しいですもんね。ムチ、まあまあ、でも俺はムチ好きだから、もう2月になったらもうね、むしろ3食ムチみたいなところも。ムチ最初舐める派ですか。どういうこと。なんかベロみたいなのちょっとあのはちょっとよくわからないから、ムチの話やめようか。やめましょうか。ちょっとよくわからないから噛み合わないですね。うん、そうですね、シュプリームさん、はいはい、心の黒さを隠すために白で爽やかさを演出する。いや僕は心の中もあの見た目も爽やかで白ですからね。はい、ひろみさん、私も白 T しか持ってないかなっていうことで。なるほどね。でもね、やっぱ白 T いいっすよね。ひろみさん、白い T シャツ似合いますからね。うん、白はね、あのなんか、ね、結構無難な色でもあるしね。あ、中田猫さんからね。ムーチは舐めないです。コメントが来てます。舐めない派なんですね。いや、あのそんな真剣にコメント書かないで大丈夫ですよ、本当に。舐めるっていうのは本当にね、あのベロリン中してるみたいな感じなので、一回やってみてください。ぜひお願いします。はい、次行きましょう。お前今何の話なんだよ。うちのね、ちょっとどうしようかな、時間があれだから怖い話どうしようかなって。そう、じゃあもうあの最後とかどうで、ああじゃああのね、フリートークが、うんうん、フリートークが、うん、あの恋愛相談教室の前にあるんで、はい、ちょっとやりますか、その時にやろうかな、うん、やりましょう、ちょっと、ね、はい、というわけでね、はい、じゃあまあオープニングトークでした、はいはいはい、じゃあありがとうございます。では一旦 CM です。どうぞ。はい、ということで、そうですね、なんか、本当に今日 KY チャンネルの上がってると思うんですけど、サブ KY チャンネルでおしっこの匂い、おまんこの匂い、女性の女性器の匂いね、匂い、おまんこって女性器、あ、女性器、おまんこじゃない、女性器、女性器って、あ、女性器がですね、女性器がですね、じゃない、どういうことよ。あ、まあ、そうですね、女性器の匂いって分かるでしょう。みたいな、あの、初めて匂いしたんだけど、うん、本当に気持ち悪い。でもあれは違うよ、女性器って、だってちゃんと手入れしてる人だったら臭くないからさ。そう、無臭だよ、ほぼ。だ生活が、あの、あ、そうね、悪い人とか、うん、あと、なんか、ね、なんていうの、なんか、ちょっとタバコとかお酒をよく飲んだりする人はとか、あと汗かいたりとかの、あとは、まあ、一緒に匂いがするとか、ね、何の話してるお前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、 CM 開けました。はい、デコボコトラベリングのビッグスモール生放送でお送りしております。はい、ということでね、ですね、はい、あの、まあ、CM 中は女性器の話をしていたんですけど、そうですね、まんこちゃんの話をしてましたけどもはい、まあね、ヒカルさんが、あー、ありがとう、あー、リョウタさん笑、カイリさんもいる笑って、あ、俺付属品みたいな感じで、いつでも一緒、カイリさん、カイリさんいるよ、笑に、いつでも一緒だから、本当に金玉があるさ金玉には絶対棒が必要さ。棒は誰、え、金玉でしょ、僕が金玉、あ、僕が金玉二つです。あ、お前二つ、はい、棒です。だから、あの、絶対にあのチンコは必要ってことなんですよね。どういうこと、どういうこと、チンコ、だから、あの、本当に付属品じゃないんだよっていう、何が言いたいのか全然わからないんだけど、今日なんか死んだ吸ったんですかね。本当にすいません、ね、僕もあの今自分で抑えてるんですけど、気持ちが、うん、あの
なんか出てますね僕。どうしたんだろう。まあまあまあ。ね、はい、まあ、大将がどんなバイク持ってるんですか。まあね、さっきまで俺のバイクの話してたんですけど、俺ね、あの PCX っていうちょっとなんかビッグスクーターみたいな見た目の小型の、はいはいはい、小型のねバイク。小型のかっこいいっすもんね。でもなんか最近また他のバイクにちょっと惚れちゃって、はあ、ちょっとかっこいいバイクがあったんだけど、でも俺オートマも急いで取りたかったから、うん、オートマ取っちゃったから。いやでも全然あれでもかっこいいっすよ。いやでもそのなんか俺またがるタイプのバイクが良かったけど、あーなんだろう、なんかねちょっとなんか膝が L 字になってこう、うん、あバイクの話になる。なんかね、なんかスクーターみたいなやつじゃなくて、はい、なんかこうまたがるタイプのバイクができれば良かったというか、そういうのが好き。あーなるほどね。まあまあでもね、まあでも全然いいバイクなんで、まあんたはいいと思う本当にバイク乗れて、うん、俺さっき帰るのちょっと乗ったけど足届かんかったもん。なんでの、ああそっか、俺のちょっと確認したんだけど、ね、そうそう、うん、AV 入れる前にちょっと俺も乗ってみようって確認したけど足届かんかったもん、リュウト。あのだから俺本当に大型のバイク取っても多分乗れんと思う、うん、一生だから羨ましい。身長制限があるからバイクって。そうなの。嘘。いやー本当にこれドッキリ。ドッキリ。カメラある。じゃあるよカメラは。カメラあるんだね。2個もありますからね、うん、すみません。はい、はい、って感じでもはい、まあね、あ、ヒカルさんが前相談ありがとうございました。ありがとうね、こちらも。いやいや、こちらこそ相談してくれて、ね、また何かあったらぜひ僕がちゃちゃっと解決しちゃいますよ。はい、よろしくお願いします。高ママさん、白 T はあんまり着ないかな、透けちゃうから。いやでも透けるのがね、色気。はい、よろしくお願いします。中田猫さん、 BKB バイク川崎バイクイエーみたいな感じですよね。はい、まさきお姉ちゃんは、あんたも死んだ吸ったのか。お姉ちゃん、どのタイミングで死んだ吸ったの。ちょっともうコメントで。すいません、お姉ちゃんはドラッグスターでアメリカンバイクですよ。あ、全然意味わからない。もう本当にあんまり、あ、俺バイクあのいいとか言ってるけど一応、はい、あの、はいはい、あんまり詳しくはないです。あ、はい、そうなの。あ、一番ですね。はい、はい、与那宮さん、はい、僕はバイクにも女性にもまたがったことないです。どうて。はい、 BKB イエーイ。いいですね。はい、イエーイですね、はい、本当にね。ひかるちゃん、さすがかっこいいですということでね。高田由子さん、いいね。かえりさん、まあね、ありがとうございますね。あたす。はい、じゃあね、早速ね、はい、コーナーの方も、はい、行きましょうか。コメントもね、ちょっと早足になっちゃったんですけども、はいはいはい、はい、じゃあね、じゃあコーナーの方コーナーの、はい、ちょっと行きましょうか。はい、なんかこのね、展開の仕方が悪いな。うん、まあいいんじゃないですか。まあノリで行きましょう。はい、どうぞ。コーナー行きましょう。 YouTuber への道。はい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています。その企画を考えたり、どうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーでーす、ということでね。はい、始まりました。はい、あのですね、僕たち KY チャンネルっていう YouTube でね、チャンネルを持ってるんですけど、はい、そうなんですよ。 KY チャンネルがあの週1投稿で、サブチャンネルがあの週3投稿ぐらいやろうかなと思ってるんですけど、はい、やっぱり企画を考えないといけないっていうことで、はいはい、今日も企画を持ってきたのでちょっと発表したいと思います。お願いします。第1個目がこちら。てれん、ちょっと待ってくださいね。あの、くるんって言われたから、すみません、ごめんなさい。はいはい、どこまで届くかな選手権ですね。あ、これはですね、あの、至ってシンプルです。はい、椅子に、はいはい、膝までついてもらってですね。椅子に膝までついてもらって、あの、足のね、膝まずきしちゃってことね。膝まずきして、で、あの、誰かに座ってもらうんですよ。誰かにこの膝、この足の方を座ってもらって、こうなんか、わかる？こう、前のめりっていうか、こう、なんて言うの？あの、あ、こっち乗ってもらうの。こう、あの、なんて言うの？あ、膝まずきするわけじゃなくて、膝立ちみたいな状態になって、誰かに乗ってもらうのね。で、誰かがその足の上に乗ると。で、そこから、物を、あ、はいはい、そうそう、こういう感じです、こういう感じ。あ、いいですね。ツイキャス見てる方は分かると思うんですけど、あの、乗ってもらって、そこで、この下にスポンジを置いて、熱湯をかけるんですね。はいはいはい。染み込んでるじゃないですか。はいはい。で、大体1メートルぐらいのスポンジですね。はいはい。で、物を持って、こう、どこまで置けるかっていう。あー、それで倒れたら、そうそうそう。熱湯にボーンみたいな。そう、そうです。
。そういう感じです。はいはい、ありがとうございます、キャンさん。っていう感じですね、はいはいはい、それをちょっとやりたいなって思ってて、まあ楽しめるかなと思って。確かにね、そうそうそう、ゲーム性あってとってもいいと思う。大変ですね、でも、まあ、言葉では伝えづらいですけど、そうそうそう、一応、まあ、映像にしたらなかなか面白いよな。そう、だからもう染み込んでるからネットが、まあまあそうだね、どこまでね届くかっていう、なんか頑張るよね。そ、それはネットにやりたくないし、やろうかなって思ってるんですよね、はいはいはい、サブちゃんぐらいでちょっと出して。いいですね、じゃあ俺ちょっとレフェリーやりますよ、審判。俺はやります、はい、審判なんかいらないです。いや審判なんかいらないです。俺は審判やるんで、ダメです。やって、りょうとはね、一つ言いたいことがあるよ。あきら 100% さ、競馬チャンネル撮ったことあるんだけど、うん、じゃんけんで負けたらあきら 100% なるっていう時、本当に帰り負けてくれないかなと思ったもん。いや俺は全力で負けないよ。なんか他の企画やりたいな。でもいや、いいさ、じゃあしょうがないじゃん、審判でいいやん。いや、いいんかい。審判でいいやん。いや、やらせろ、やらせろ。それはやらせろ。じゃあやるか。お、流されるな、すごい流されるな。ちょっとやりたいなと思ってるんですよね。まあ、確かにね。負けたら本当に、普通に飛び込んでもらう。ただただ、スポンジ。熱いっていう。そうですね。うん、熱いって言ってもあれですよ。本当に、本当にもう死ぬぐらい熱い、熱い。もう本当に怪我するぐらいまでのはネットを用意しようかなと思って。まあいい、俺は全然もうね、暑いのとかもう銀だこで鍛えてるから今、うん、毎日油跳ねてる油の中に手突っ込んでるから。やっぱり鉄板にしましょうかね。鉄板鉄板、まあ、鉄板やばいぞお前。鉄板焼いてます。鉄板やばいぞ。鉄板ぐらいまで。鉄板はやばいぞ。鉄板ぐらい慣れてますよね。慣れてない慣れてない。いやいや、じゃあもうスポンジでやりましょうかね。うん、スポンジが絶対いいと思う。スポンジでじゃあやりましょう。鉄板はやばいぞ。鉄板やばいからやっぱ本当に。でもやってみたくない。うん、いや鉄板は大丈夫。あ、そうですか、うん、M だからやりたいな。いや誰に。はい、それで次行きましょう。もう次はですね、僕たち KY チャンネルの KY チャンネルはあれシェアハウスしてるんですよ。でシェアハウスの時に、はいはい、2つ部屋がありまして、まあありますね、その部屋でちょっと行いたいなっていうのがアドリブコントやりたいなと思ってます。アドリブコント、はい、部屋が2つあるんですね、はいはい、部屋のどっちもどっちの部屋も違うコントの、道具が置かれてるんです。道具のシチュエーション、ああシチュエーション、ね、例えばサザエさんだったらこのね、みんなで座るこの茶の間があったりとか、はいはいはい、いろんなね、例えば職務質問、職務質問じゃない、万引きした時に連れて行かれるシチュエーション、スーパーのとか、シチュエーションを用意して、もう事務所からいろんなの持ってきてですね、僕たちの事務所いろんな道具あるので、はいはい、でちょっとコントをやりたいな、4分ぐらい、もう自分がもう終わりのペースでいいので、人も用意して、そうそうそう、女の人とか男の人用意してはい、はい、まあまあちょっとある番組の企画と同じなんですけど、葬式とかね、いろんな用意して、誰が一番面白いか選手権をみんなで大スクリーンで見たいなと思ってますね。もうこれはそっかそっか、で確かに、ね、口に含んでね、牛乳も。はいはい、もう純粋にじゃあその人の面白さが問われる。そう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 、はいはい、面白くないですか。いいです、ね、面白い面白い。なんかどうす、まあやってる人もな、 YouTuber の方はいないなと思うので。確かにね、で、うん、口に含んで笑わすのはちょっとやってると思うけど、これ合体したら面白いかなと思いまして、ちょっとやりたいなって思ってるんですよね。いいと思う、いいと思う。これ早めにやりたいな。これはね、もうやれるときにもちゃちゃってやりたいよ。本当にもう、うん、誰が一番バカげてるのかっていうのを問われると思う。ねえ、まあ確かにね、いろいろ方法ありますからね、はい、もうなんか本当にアホみたいなことするのか、はい、うまい感じでやるのかとか、ね、やるのかっていうね、問われる、うん、その人のセンスが問われるというかね。そうそうそう、笑いのセンスがやっぱり大事ですからね、 YouTuber は。面白いですよ、こういうのやりたいなって僕は思ってですね、今日やったんですけど。はいはい、まあね、まあどんなコントをやりたいですか、やるなら。そうだね、俺はなんかなんだろう、北朝鮮のなんか大、うん、ね、キム・ジョンウンがいてでキム・ジョンウンに喧嘩を売るっていうコントを、はい、しようかな、したいなって思ってます。はい、あー、これもいいですね。よくないだろう。長せんよや。僕も北朝鮮の、うん、同じですね、ちょっとパターンが似てます、ね、僕も北朝鮮のこのキム・ジョンインさんがいて、キム・ジョンウンね、ジョンインさんがいて、うん、僕のテポドム見せて、でキム・ジョンインさんのテポドム見せて誰が発射一番できるかっていうコントをやりたいなーって。あれーハブリだ、シェリーチンチンハブリだ、スリーツーワン。というわけで以上 YouTuber への道でした。あれーハブリだ。
感じですね、やりたいなと思ってます。もう終わりましょう。終わりましょう。いいじゃん、終わりましょう。もうこんな、はいはい、皆さんもぜひね、ありがとうございました。ぜひねってね、ぜひねってやれってこと、一緒やりましょうね。一緒やるか。絶対やらんよ。手元もやりましょうね。はい、というわけでもうね、CM の方行きたいと思います。はい、行きたいましょう。はい、じゃあそれでは一旦 CM です。どうぞ。今日行く前にですね、お母さんと会ったんですけど、実家にいて、うん、お母さんと会って毎日ラジオ聞いてるけど、あんた下ネタが多いと、そうやな、今日はやめれって言われて本当に発言したんですけど、あ、やめれって言われてきた上でこの発言だった、はい、そうですね、まだ抑えてたことだと思うんですけどね、あ、これも抑えてた方なんだ、ね、はい、だとしたらネジが外れてる、そうですね、どっかでぶつけたんでしょうね、本当に8個ぐらい外れてる、多いですね確かに、まああれですよ、チンコどれぐらいですか、長さ、帰りは、んチンコどれぐらいですか、長さ、あー、まあ平均的、いいよな、帰りでかそうだもん、そうでもないと思う、俺ほんとに悩んでる本当に悩んだ、これ本当に言うけど、マジでこれはもう下ネタじゃない、本当に最悪だね。デコ帰りです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール生活改善療法バイアグラ。はい、1時間でボッキボッキ。はい、デコ、はい、デコボコトラベリングのビッグスモール生放送でお送りしております、はい、お願いします。いや、そうなんです、僕が、うん、通学するときに、はいはいはい、生活改善薬品バイアグラって書いてある貼り紙が読谷とで最近チャタンにもあって、でよく見たらギノワンにもあったわけよ。この人は何を求めてるんでしょうね。どういうことですかね、これは。うわー、知りたいわ、電話したいわ、普通に、ね、電柱に、はい、こう貼られてるわけですよ、生活改善薬品バイアグラっていうのが。ちょ、気になりますね、ほんとに、ね、俺運転手だから気になって事故りそうなったからね。こいつのせいだ、びっくりしたもん、この看板のせい、バイアグラ。でもね、バイアグラは本当に有名ですからね、はい、で、まあ、はい、ね、CM 中チンコの話をしてたんですけど、はいはい、平均ってどのくらいなのって。そうですね、やっぱり13、日本人は15センチって一応まあ、なんか言われてて、俺はだからもう本当に童貞時代の時ね、童貞時代自分のがちっちゃかったらどうしようと思って、本当にね、なるほど、気になって、うん、物差しで測ったわけよ。何センチでした、その時は。15センチだ。俺も最近、うん、物差しで一人で測ったんですけど、うん、これ、うん、9センチだ。これが怖い話じゃん。じゃあ帰り、本当にお母さんごめんね、本当に、いや、ごめんね、お母さん、俺の立ってない時のチンコの長さ、うん、ちょっと今本当に4じゃない、3ぐらい、3、いやいや、でもあれだよ、冬は2で、冬、でもあれで俺もだから本当になんていうの、この元気ない時っていうか、普通に縮んでる時は本当に3センチとかぐらいで、うん、あ、そうなんだ。俺はただ伸び縮みが激しいだけだわけだから、いいなぁ、俺はもう全然変わらないもん、本当に。だから俺多分調子いい時に、うん、立ってる時は、はいはい、もうちょいいってると思う。うわぁ、いいなぁ、さすがだな。逆に調子悪い時はもうちょいちっちゃいとかね。なんかね、本当にいいなぁ、顔もいいし、チンコもいいし。いやいやいや、そんなことないよ、本当に。僕なんか本当にもう童貞だから本当にどうしようかなと思って悩んでますけどね。でもね、意外とだからそうじゃないらしい、日本人の、ね、平均とか言ってるけど、はい、意外とそれよりちっちゃい人の方が多いらしいから、まあまあまあ希望持ちましょう。そうだから大丈夫よ。そうですよね、うん、もっとちっちゃいやつもいるもん。そうですよね、うん、コータはソロだし、ケマデンジャースコータはソロだし、コータはソロだからね、全然大丈夫ですよね、うん、本当に。はい、中谷の子さんがもうチンコの話になってからめっちゃコメントしてくるの。やっぱ測る、そうなんですよね、中谷の子さん、やっぱみんな測るもんなんだと。僕はプーさんの物差しで妹のでちょっと測ったんですけど、ね、バイアグラの広告に気になる、ね、はい、このね、コメントしてくる高ママさん、そして、はい、ね、チンコの大きい時のサイズって聞いてくるヒロミさん、はい、でやっぱ測るんだっていう中谷の子さん、はい、硬さが猪木っていうシュプリームさん、はいはい、やっぱカイリ君気づいてないと思うんですけど、はい、デコボコトラベリーのビッグスモールっていうのは、はいはい、チンチンのことだった。え、ビッグスモールチンチンのことだったの。つまりおちんちんラジオなんですあ、デコボコトラベリーのおちんちんって言ってんの。おちんちん
デコボコトラベリングのおちんちん。いやあ、俺いつもそんな足で言ってるんだ。そうなんですね。もうだからみんなやっぱりチンチンのことになるとやっぱそういうことだったんだ。チンチンラジオさすがだってなるんですよね。だからねみんなあのなんか、ね、あの下ネタの話になるとコメントが増えるんだ。本当に増えますね。そういうことだったんだね。まあまあまあそれが現状ですよね。まあまあまあぜひねあの、はい、おチンチンの話聞きたい方は聞いてください。はい、ありがとうございます。はい。やりましょうね。はい。どうしましょう、怖い話しますか。ちょっとやりましょうか。まあでも怖い話って言っても、うん、まあ、これは本当に僕が体験した、あ、カイリが体験した怖い話なんですね。本当に本当にあった怖い話。うわー、これは本当にカイリがね。はい、やりましょうか。今ヨノミネさんのやつ読んだでしょ、コメント。ちょっとそうですね、じゃあちょっと音をバックにヨノミネさんのコメントを読みたいと思います。じゃあ僕が読んでいいですか。デコボコトラベリングの僕はデコね、あ、間違えました。デコボコトラベリングのデコは男性器のことですかっていう質問ですね。どうですか。そうなんですね。です、まあ、デコがチンコでボコがマンコなんです。つまりですね、はい、お分かりの通り、あのおちんちんお笑いコンビなんですね。おちんちんおまんまん、まあ、簡単に言ったらセックストラベリングってことです、ね、はい、セクトラって呼んでくださいね。セクトラって呼んでくださいね。そうですね。あー、もう俺たち何話してんだここで。もう僕たちのリスナーはこういうところがありますから、そういうのが大好きです僕。そういうリスナーさんが大好きです。じゃあまあね、はい、怖い話一つ、僕の体験ですよね。体験した怖い話です。はい、これは僕がね中学校2年生の時の話なんですけど、はいはいはい、まあバレンタインデーに、あ、まあ中2のまあ最初の変化はバレンタインデーにかけての話ですかね。何ですかね。まあ、最初はですね、まあ、僕が異変に気づいたのは、まあ、図書委員の仕事をしてる時なんです。図書委員として仕事をしていて、はい、そしたら、はい、なんていうんですかね、このまあ雨の日だったんですよ。そしてまあ豪雨が鳴り、まあゴーザーザーってなってる中、まあ、図書委員の仕事をね、まあ、クラスのその一緒に図書員になった女子とやってたんですけど、はいはいはい、まあね、雷が鳴るんですよね。まあ、軽くピカピカぐらいの最初ね。だけど、ね、まあ、近くに落ちちゃったみたいで、ドーンってなったんですよ。そしたらなんとね、はい、その一緒に仕事をしていた女の子が僕に抱きついてきたんですよ。で、まあ、まあびっくりするじゃないですか。そうですね。あ、おおと思って、はい、あ、ちょ、あ、ごめんねみたいなって言われて、そうですよね、あ、別にいいよって言って、はい、まあその場はまあ特にまあ変な雰囲気が流れたんですけど、まあ特に何もなくね、はいはい、過ぎたんですけど、うん、まあその後からね、なんかちょっと、まあ図書館とか行くようになるとちょっと視線を感じるようになるんですよ僕。でまあ、学校を歩いててもどこからでも視線を感じるようになって、でまあ怖いじゃないですか。そうですよね。でまあその視線をたどるとね、はいはいはい、いつもその僕に抱きついてきた女の子が目に入るんですよ。怖いですね。でまあその友達っていうかまあね同じクラスの子だったんですけど、はいはい、でまあある時ちょっとこんな噂を聞きまして、その女の子が言ってたんだけど、うん、他の男子にはボディタッチできないけどカイリーにはボディタッチできるって言ってたらしいんですよ。怖いじゃないですか。もうで、僕それでもう嫌になって、もうそのこと喋らないようにして、ね、もうずっと避け続けてきたんですけど、そしたらね、いつも見てた視線がこんな痛く感じるようになって、よく見たらずっと睨んでるんですよ僕のことを。ずっともう睨んでて、でもう嫌になるじゃないですか。で、まあ、その後ね僕、まあ、あのちょっとなんて言うんですか、彼女ができまして、はいはいはい、でそういう睨むっていうのもなくなったんですけど、まあね、その僕が初めて彼女できて、まあ、バレンタインが来るわけですよ、うん、そしてまあその女の子が、はい、あのまあ、みなんて言うんですか、このチョコレート作ってきてて、うん、でクラス全員配ってたわけです、はいはいはい、で、まああのね、チョコ溶かして固めたみたいな、みんなよく作るやつ、うんで僕の机にだけそれなくて、うん、あ、もうこれ完全に嫌われたんだなと思って、俺はちょっと嬉しかったわけ、はいはい、でも
そんなやつに好かれてもなって思ってたんで、うん、でそしたら僕の机に、はい、まあ、なんか大きなね、もう本当に他の人と比べ物にならないぐらい大きなマフィンが置かれてたわけです。で、これ誰からって聞いたら、あの子からって指さされたのが僕を睨んでたその女の子だったんです。いやー、怖くないですか。で、絶対そのマフィンの中にはマンゲとか入ってますよ。絶対こう、マンゲとか生理の血とか絶対入ってるから。ありそうかもしれない。やだー、絶対入ってるからね。いろんな憎しみがこもってるのかもしれないですね。一番怖いのが、うん、その女の子顔の半分がデコだわけよ。やめれやめれ顔の半分のデコで形成されてるわけよ。え、じゃあもう顔見てたと思ったらデコかもしれない。そうだから、ね、その中学校の時のあだ名は DJ って呼ばれてる。何の略だと思う。何ですか。デコジュニア。いや最悪ねマジか。そうなんですね。この子はなんで睨んでたんだろう。いやもう分かんない。だから俺が仕方するようになったからだと思う。ただただ怖いですね、こういう。いやもうだからなんか家とかまでもついてこられて、ヨナミネさんデコ帰りです。そこで持ってきてたんですね。やっぱり違う、いろんな気をつけてた。違う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 よ。俺の悪夢を蘇らせるんだって。俺その同じ年くらいに俺他校の女子に抱きついたっていう噂まで流されたからね。これはまあ別の女性だけど、帰り運がないのもあるのかな。女運がないってよく言われる、でもみんなからっていう怖い話でした。で、ね、ちゃんちゃん、女運あると思いますよ、帰りは。え、本当に思ってる、うん、思ってる。だって本当に俺はバカにしてるわ、バカにしてるけど、うん、本当にお前の前の元カノは今最近別れた元カノは、うん、本当にいいやつだと思ってる。まあね、いいやつだったと思うけど、うん、でも俺の幼なじみはずっと、うん、いやもうあいつはクソだよ、恋愛に関してはやっぱクソだったよって言ってる、ずっと。そうなの。うん、そんなことはないと思うよ。友達はそう言ってる。あ、その元カノの、元カノなんか、だから普通になんか友達とそういうのに接するのはいいと思うけど、うん、でも両党から見たらそうなの、うん、両党から見たら普通に。でも帰りはまだいい人現れると思う。俺だって昨日夢見たもん、モデルと、付き合ってる夢見て、結婚してる夢見たもん、俺がラッキーだからスピーチしてる夢見た。帰りが一緒に4回告白した女性いるんですけど、一生懸命俺は頑張れて応援してて振られてしまって、一緒に抱きついて頑張って帰りよ、お前よく頑張ったっていうなんかスピーチをして。どういうこと。お前4回振られてる。4回ぐらい振られたんじゃない。あの好きな子に、好きな子に、その両党の中で、ね、諦めないで頑張って、頑張って結婚までこじつけたと。それはもっと帰りすごいなって思って。まあ僕はまだ童貞なんですけど。童貞なんだ、一応。俺童貞なんだ。それの中でも童貞なんだ。まあこいつ絶対に子孫作る気ないなって思いながら、本当に僕、ああそうなんだ、帰りは絶対いい子と付き合うんだなって思いながら、なんか絶対モテると思うんですよね、帰りは。そうだろう。いや俺は本当にいい子と結婚すると俺は思ってる。俺の母ちゃんも言ってた、帰りはいい彼女できるって言ってたから、モデルできるといいけどね。ちょっとスキャンダルとかあってほしい、帰りに。なんか週刊文集が、そうそうそう、沖縄の週刊文集みたいな、なんかあるアイドルと噂付き合ってるかもしれない。はいはいはい。でもなんかそういうのちょっと憧れはするけど、ね、憧れの帰りが、うん、確かに。でね、両都にね、ファンの方が、帰りさんって本当にモデルさんと付き合ってるんですかっていう、なんかそういう噂をね、言われたい、なんか分かる、はいはいはい、なんか違うと思いますけどね。ちょっとね、嘘みたいにつきながらね。違うと思いますけどね、うん、僕はそう、うん、違うと思いますけどね。はいはい、本当にまあまあまあ絶対いい、可愛い彼女もいつかと思います。はい、ぜひ、はい、もうね、新しい恋に進みたいと思います。ということで、じゃあ早速あのコーナー行きましょうか。はい、じゃあね、コーナー行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ続いてのコーナーです、カイリの恋愛相談教室。はい、
はい、このコーナーは恋愛経験豊富なカイリがさまざまな恋愛相談を解決していくコーナーです、はい、ということで、ね、今日もですね DM が届いてるので早速読みたいと思います。はい、女性の方からいただきました。はい、一日中会っててこれからバイバイするときに彼が今日はバイバイした後何するのと聞いてくる心理は何だと思いますか。あー、いいことですね、はいはいはい、セックスでしょうね。違うよ。あ、すいません、りょうた、りょうた先生です、ありがとうございます。りょうた言葉が出ちゃった、童貞のことです。りょうたカリさん、どうぞ。俺も本当に言いたくなかったけど、言いたくなかったけど、本当にセックスなんですよ。なんで気づかんばや、セックスだよ。やりょうた、何だと思いますか。すいません、あのね、だから別に、うん、まあね、あの多分俺もだからセックスも入ってるとは思うけど、はい、セックスは、うん、でもあれでは7とかぐらいで、あ、7割、なるほどね、セックスっていう、まあ7割もいないかな。じゃあ普通にだ、ね、じゃあただただだから好きな相手だったら、うん、はい、ね、自分その後特に予定ないとしたら、う、ね、うんうん、もうちょい一緒にいたいなって思うじゃん。もうちょいドライブとかしたいなみたいな。だからなんかそう、時間なんかない、うん、なんかあるって言ってあるって言ったら、まあもうそこでじゃあもう迷惑にならないように。なるほど。で逆になんか何もないよって言って相手から、あ、じゃあもうちょい一緒に遊ぶみたいな言われたら、もう大ハッピーみたいな。あ、なるほどね。っていう意味で言ってるんだと思う。なんかそう、中谷子さんと僕は解決したんです。いや違うからね。解決しましたって中谷子さん言ってたんですけど、いやややばこれやばいなこいつらやばいないやだからまあ確かにね、まあセックス目的のやつもいますけど、でも本当にずっと一緒にいたいっていう方もいっぱいいるかもしれない、ね、うん、解決ですねじゃないですよいやだから俺もでも一応結構そういうのやっちゃうわけよ。だからまあ俺はなんか聞くとかじゃなくて、まあ予定が何もないのを知った状態でもうなんか特になんか意味はないけど長く一緒にいたりする、うん、あ、なるほどね。だらだらちょっといいなそうやって。でも実際セックスですもんね。セックスじゃないよ、いいな、うん、セックスじゃない。俺もだって行ってみたいもん、はい、一緒にいたいってずっとね。そういう相手もいたいって別に言うわけじゃないけど、じゃあなんていうかな、帰りだったらなんていう、俺彼女やるわ。俺今日楽しかったねデート、彼女、あ、まあ、付き合ってないて、あ、そっかそっか、多分、あ、じゃあ OK、うん、今日楽しかったね。あ、楽しかったね。でもそろそろ帰るかな。ああ、そうなん、この後予定とかあったりするの。なんもない。あ、なんもないんだ。なんもない。明日朝早かったりする。いや全然そんなことない。あ、そんなことない。あ、じゃあ12時からだから。ああ、そうなんだ。じゃあもうちょいなんかちょっとドライブとかしたりしようよ。ああ、キュンキュンしてますね。はいはいはい、キュンキュンしますね。何これ。今日も僕に言ってもらっていいですか。ラジオ終わった後ラジオ終わった後ちょっとリョートなんかないですか。俺明日1限からだから。なんでよあっさー、俺明日1限から授業。いつでも夏休みだから暇だよっつってってやりたい。あ、俺明日1限からだから。なんだこいつ俺ら違うのかよ。じゃあ次行きましょうね。はい、気になる方との会話などで冗談に何か食べ物を食べたいと言うと買ってくれたり、お金を渡すのは嫌われてないけど異性としては見てないのでしょうか。いやー、そんなことないよ。だって異性として見て好きだからおごるんじゃないかなって思うんだけど、俺は。ちょっとなんかキュン、どういうこと。そうっすね、違う違う。だってだからそんなさ、特におごってメリットもない人におごるのはまた違うかなって思うし。そうですよね。なんかやっぱ多少なりとも好意があって、うん、まあなんかね、あの自分よく見せたい人におごるっていう心理を働くと思うから、はいはいはい、俺もそんな感じ。俺もやっぱ、まあ、別に俺は結構普通に友達にもおごったりするんだけど、うん、俺はね、お金があれば全然、ああいうよ、これ食べたいなみたいな感じでやるけど、まあそういうなんかね、ちょっと異性として見てる人には余計にちょっとおごっちゃうかな、ね、それいいですね。だから多分そうだと思います。じゃあ次行きましょう。はい、相談です、まあ、あと2分くらいだからね。気になる男性に4回目のデートで付き合ってと告白したのですが、まだ早いとのことでした、はいはい、お互い
彼氏彼女はいません、はいはい、ゆっくり時間をかけてよく知ってから付き合いたいそうです。この場合ゆっくり時間をかけてというのはどれくらいの期間が普通なんですかね。皆さんは付き合うまで時間かかりましたか。また時間をかけた付き合ってくれるのでしょうか。意見、はいはい、アドバイスをくださいということですね。はい、はい、まあね、どうですかなんかやっぱでも時間をかけてっていう人は結構長期的な目で見てる人が多くて、ね、もう本当に1年とかかけて、うん、ああなるほど、でその果てに付き合いたいみたいなっていうね、理想が高い人が結構いたりするんですよ。なるほどね。だからなんだろうな、なんか結構そのなんていうの、やっぱそう時間ゆっくりとっていう人は基本もう本当に結構半年1年っていうかけてじゃないと付き合えなかったりはしたりします、うん、そっか、はい、ありがとうございます先生。今日もなんかでも俺はもう本当に即決タイプだから、うん、1ヶ月ぐらいでも、はい、あ1回目のデートぐらいでもできれば告白したいっていう感じですけど、はい、すごいですね、やっぱり。ありがとうございます。はい、ですね、じゃあ、はい、戻らないいいですよ、はい、ということで、はい、もう今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。はい、はい、ですね、また、はい、来週もありますのでぜひ来週も皆さんお聞きください。はい、はい、お相手はデコボコトラベリングのカイリとリョートでお送りしました。バイバイ。はい、ありがとうございます。ツイキャスでちょっといいですか。あ、こっちか。あ、大丈夫ですか。皆様、今日ですね、ちょっと言い忘れてたんですけど、10月の21日土曜日と22日に旗揚げ公演が F1 の23周年の旗揚げ公演がありまして、チケットとかもですね、カイリー、リョートからでも DM くださいって言ったら、予約してくださいって言ったら予約もできるので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、旗揚げ終わった後、1回飽きて24日、平成1期、僕たちの若手ライブがあります。出ますよ。クーター進化とかデコボコトラベリングも出ます。チョップスティックスとか松田オイルさんも出ますし、モコモコモトシさんも出ますので、ぜひぜひですね、そこら、そのね、チケットももらいたい方は予約とかも僕たちでできるので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、中田ネックさんのイクイクはどのイクイクなんでしょうかコメント募集中ですいいですね、行く行く、うん、ね、中田さん、ホテル代って全部出せると思う。ああ俺は基本全部出して。高くやホテル代って。いや、まあ高いけど、でもなんか分からんけど、まあ男のたしなみというか。ああ、ね、僕は一応基本全部出すようにはしてますけど、ね、かっこいいな、まあ、相当きついですけど。どこの、いくらぐらいですかホテル代って代、まあ、宿泊だったら6000円とかぐらいかな。一人一人、いやいや、違う、部屋代で。部屋代で、うわ、そっか、7000円ぐらい、まあ、かっこいいなかな。じゃあ野外セックスとかもいいかもしれない、ね、野外セックスはね、衛生的に悪いからやらない方がいい。星空の下でとか。でもね、ちょっと憧れは、憧れ、そうだね、開放的なところでね、ちょっといいですね。大将から相談です。はい、まだ好きな人を遊びに誘えなくて困ってます、どうしたらいいでしょうってことで。どうですか先生。え、ちなみにその好きなこと LINE とかしたりしてるのかな。連絡取ってる、連絡は大丈夫してると思いますよ。連絡取ったりしてるんだったら、うん、もうあとは誘うだけです。大丈夫大丈夫、まだできるよ。なんか共通の話題振ったりとか、うん、だからなんか映画好きとかさ、うん、そうだね、こういう映画いいよねみたいなとかだなったら、あ、じゃあ一緒に見に行こうみたいな感じでね、誘えたら一番ベストだけど ね、いいですね。他にもなんかこういうなんか、ね、ボーリングを好きとかさ、うんうん、なんとかが好きってなったら、あ、それ一緒に行こうよみたいな感じだったら、なるほどね、いいんじゃないかなって思う。そして最終的にラブホーとかね、もう早いだろ、早いか、付き合ってないの。そっか、ダメだダメだね。そしたらすぐ嫌われるからそれは悪いから、そこはちゃんと気をつけて、ね、ですね。クリムさん、はい、3連休にラブホに泊まったけど俺が出したね。でもエッチはしませんでした。さすが父ですね、僕の。俺だったらすぐエッチするけどね。クリムさんはさすがです、僕の父ですね。高浜さん、お疲れ様でした。今週も笑いました。ありがとうございます、高浜さん。ということで、ありがとうございます。今日も良かったですね、楽しかったよ。前に中瀬さんからラブホの割引をもらったんですが、童貞に喧嘩ってんのかって思いました。冗談ですが、結局その割引は一人エッチの処理に使わせていただきましたということで。あのですね、ヨナミです。中ちゃん、ほんとバカなんですよ、ほんとに。前もあいつちょっと酔っ払ってて、僕に夜中から LINE が来まして、りょうと、今ちょっとだけ時間話って言って、夜中から2時だよ、深夜の2時に。で、来て、中ち
が電話してきて何回もだから取ったわけ、中地どうしたって言って、ごめん今ちょっと大事なことあるからちょっと話していいって言って、ごめんなこんな 夜中からって言って、あのさ今コンビニ行ったんだけどさ、ミルクティー、ミルクティーやるさ、透明なミルクティーが出てるわけさ、すごくない終わりってきたから、あの俺は本当に何の話かやいや解散の話かなとか思って心配したやし、ほらやって言って帰ってきたっていう話ですね。だから泣きちゃいけないんで10秒ぐらいなので、皆さん今日もありがとうございました。あとちなみに僕はミスター近所でエッチしたことはありません。はい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 ミスター近所ですよね。